お待たせしました。毎日2時台最初はザ・ゲストショーと題してお届けしていきます。今週のゲストこちらの皆さんです。和解です、よろしくお願いします。和解来ました。お久しぶりですね。お久しぶりなんですよ。和解は久しぶりな、そうですね、会うのもね、うん、このラジオ出させていただいたのいつでしたっけ。前回が3年ぐらい前ですよね。3年前、うん、2020年、この番組が始まってほんとすぐです、うん、6月ぐらいですから、それ以来です ね、 ね、それ以来で、うん、まあ、でもそれからね、この番組ももう今日シャープでね、何610すごいね、そんなやってんだ、高いですからね。だからまあほんとその間ね、なん、まあ、こうやってトイレ行く時何回も席立って言わせねえよな。いやいやいや、急に下ネタ下手そうに、そんなに下手でした。席立ってんは別に下ネタでもないし、もっと上手なイメージあったけど、言わせねえよ、言わせたかったのね。下手だったの、かわいい下ネタでしたね今。下ネタだったのかっていう、2、3回言ってたからね、うん、席を立っては下ネタじゃない、大声で止めるほどの下ネタじゃない、錆びてないじゃないですか。いや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 、それはでも年そうな顔でこっち見てたから、顔でわかりました。言わせねえよが世間が言わせてくれないわけですからね。最近ね、昔の話でね、本当だよね。レッドカーペットでは何回もね、そうですね、ありましたからね、うんうん、レッドシアターも出てましたもんね。そうですね、レッドシアターも、レッドシアターでしょ、はい、もうだってバスとかすごかったっすかね、あの営業行った営業行った時にね、我が家の、ね、そうですね、はい、あそっか、早坂営業よく行った、あ昔ね、うん、あの当時ね、うん、当時はね、うん、あの当時はね、なんか悲しくなるな、今はね、どうですか家族の話に。俺の子供の話はいいんですよ。もう営業でいつもね、渡部さんの子供の話聞くのが大好きだった。そうそう。多分ね。楽屋でね。そうそう。花輪さん多分ね、人のね、不幸の話大好きだから。まあ、時間ぐらいでね。そうそうそう。まあ、話せないことはいっぱいありますからね。まあまあ、もちろん。分かってない。聞くけどね。話せないことはいっぱいありますけど。でも、見て。ちゃんと花輪くんの顔見て。見れねえ。目を引き出そうとしてるから。そうそう、怖いのよ。吸い込まれそうで。好きなんだよ、多分、矢田部のこと。そう。多分、花輪くん矢田部のこと好きなんだよ。好きなんですよ。うん、でも、本当にね、営業先で相談乗ってもらってたのよ。そうそうそう。ね、なんか、親身にね。親身になって話聞いてもらってたのよ。離婚する前と。前ね。そうそう。難しいもんですね。確かに。いや、いろいろ聞いて。いろいろ聞いて。そうそう。大変ですよ。大変ですよ、ね、言うもんね、結婚するより離婚する方が難しいみたいな。いやいや、もうね、ほんとね、体重がね、55キロぐらいだったのが、46キロまで落ちて。もう女子ですよ、体重が。ほんとだ。46キロ。もう悩みすぎちゃって。もうガリッガリになって。で、今は、リバウンドで60キロぐらいまでいっちゃった。めちゃくちゃ太ってるな。太ってんじゃないですか。そうなんですよ。今ね、そうそう。まあそうね、子供の話振られても全然合ってないんで、話じゃないんですよ。悲しいな。普通ここで終わるじゃないですか。え、それどう終わんないよ。終わんないよ。あれは終わんないよ。基本終わんないよ。しつこいから。よく言われてるのに。しつこいから。まあ杉山君とはね、福岡でも飲んだことも。あ、そうですね、昔ね、一回ライブ終わりからライブ終わり、その時福岡に住んでた時あって、一時期行ってた時にね、そうですね、あの誰の単独行ったんで、あ、そっか、誰か見に来たんでしたっけ。あ、そうそう、ね、ナイツの鹿児島太郎、そう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 、見に行くの、鹿児島太郎、鹿児島太郎仲いいから、そうそうそう、今東京来たけど、東京来たけど、あれ一時期行ってても帰ってきて、もうそうですね、だいぶもう結構前に帰ってきてます。あ、結構前に帰ってきた。あの、もう10ヶ月しかいなかったんで、ほぼほぼ行ってないんだ。ほぼほぼ行ってないです。何してたんですか、10ヶ月。10ヶ月はゴリケンさんとレギュラー番組とか、まあ、あっちの番組でレギュラーがあったんで、やらせていただいてみたいな感じだったんですけど、それと同時、終わったと同時に、戻りってきましたけど、はい。あの、別に変な、やばい感じじゃないですよ。何が？いや、なんかずっとなんかあの、何その目。杉山最近人間不信になってるんですよ。人間不信すぎないですか。いじられると、いじめられてるって思っちゃう。いじってないです、まだだって。誰もいじってないのに。効果で何やってたのか。勝手にいじめられてると思っちゃうから。問い詰めてるわけじゃない。問い詰めてるわけじゃない。何されてきたんですか。わからないけど。尋問受けてると思っちゃうから。私なんかどう接していいかわかんなくなってる。どこまでいじっていいかわかんなくなってる。全然大丈夫。僕も先生がね。僕もいじりづらくなってきたから。愛がないって言われるからね。
サインがないって言っちゃったから。そうか。そうそう。ね、わけわかんなかった。そうそう。でもね、その点に関しては、杉山も思ってたみたい、うん。まあまあね。あ、ちょっとね。わかんない。ナイツの二人はお互いに愛情を持って接しようって、なんか心がけてやってます。俺、愛がわかんないです。言ってることわかりますよ。その言ってたことわかりますよ。何愛ってっていう。いや、俺は三人の中の、三人の一つの自虐として言ってるつもりなんですよ。あ、はいはい、自分も含めて、ね。自分も含めての自虐、うん。そういうなんか愛がないって言われると、なんか腹立ってきてしまう。なんで愛ってよって、まあまあね。離婚したやつが愛が勝たんじゃねえよって話。今のが、それが愛がない。これ、このが、あのね、愛がない。わかります？これ。これ。これ。どんだけ傷ついてるんだよ。さらっとね、こういうんで、刺さることね、人に結構言うタイプだから。そう、言い方もあるし、キャラクターもあると思うけど、うん、それを笑いにちょっと変えちゃえばいいみたいな。そういうテクニックがあれば特にやってるんですよ、うんうん、できないから坪倉に対して不満がたまるだけだ。その時に言わせねえよとかさ、うん、そうそう、やたべがね、やたべがね、僕がね、やたべさんも言っちゃえばいいんだもうね、言わせねえよはもう、そう、我が家のものだから、まあ、みんなのもんだからね、そんなパワーワードじゃないですよ。これもですよ、そのパワーワードじゃないですよ。今のもダメです。俺は考えてる、俺が言いづらくなっちゃうから。俺が考えたやつだからも言いづらくなっちゃうから。ヒゲ生えてるし、なんかちょっとこわもてな、なんでヒゲ生えてるんですか。あ、つぼくらがね、あの次の作品のあれです。主婦じゃん、言い方なんですよ、作品って。蝶の正色のあたりですか。蝶の正、まあ、違います。なるほどね、違います。もっとごついやつやる、ね、みたい。なんで俺にオファーしたんですか。体作りはこれから。なんでハゲにオファーしたの。あの人ハゲてねえもん。あれ意味かってんだよな。シーンじゃないんだよ、本当に。早いでしょ。早いでしょ。何を言ってんの、今。怖くなって、勝手に巻いて、だんだん怖くなってしてんだよ、本当に。ケイちゃんの顔見てよ。どう絡んでいいか分かんないんだから。そうですね。絡んでいいか分からないですよね、どう、どうしていいか。しくじり先生は見ました。あ、見てないんですけど。でもネットニュースで大体把握しました。把握しました。絡んだことないですもんね、ないです、ないです。ケイちゃんから見て、我が家どういうイメージなんですか。でもやっぱり、その、あの、怖い、杉山さんが怖いっていう印象はすごいありました。もともと。でも、ね、そう、あの、全然怖い感じじゃないから。怖くはないですよね。そうですよ、酒癖が悪いだけです。そうか、酒癖の時は。そうです、そんな全然楽しいし、飲んでても。楽しかったし。後輩は大変そうだなと思ったけどね。酒でどういう失敗をしてきたんでしたっけ。昔ですか、うん、多分、なんすかね、大きい声出しすぎて、うん、隣の居酒屋から苦情来たとか。隣の居酒屋。そうですね、多分。隣の席じゃなくて、隣の居酒屋です。あまりにもで、ね、大きすぎて。なんか声量がどんどんでかくなっちゃうんでしょうね、飲んでると。もともと大きい方だけど。そうそう、さらに多分いっちゃうんじゃないですか。この声量を生かしてなんか声優の仕事とか、これ結構本当に声特徴あるじゃないですか。うん、そうですね、確かに。来ない。声優さんって声量でやってんすか、あれ。確かに。違うでしょ。まあ、多分あの、うまい言い方とか、あの、多分マイクとか、マイクの性能があるから、ボリューム調節は多分できると思うから。ジャイアンの声とかできるでしょ。あ、ジャイアンね、俺母ちゃんの奴隷じゃないっつうのみたいな。めちゃくちゃ良くない。見た目もね、でももともと。ジャイアンキャラですからね。ポストあの人みたいな、木村。スマルさんね。年下だけどね。ポスト木村スマル。木村スマルさんの方がだいぶ年下だけどね。すげえ山がポスト。いや、でもいいっすよね。それこそ階段とかもね、階段話とかも声わーって張ってた。階段話とかいいかもしれないですね。好きだし。あ、好きなんだ。好きです、好きです。だから結構俺そういう本とかずっと読んでたじゃない。ユーマとか。そんなにお前に注目してないよ。あの、よくほら、早坂営業の時とかに。本持ってたでしょ。そうそう、よくあの、コンビニに売ってる、分厚い漫画買うのは、サンドチーム、伊達さんか、杉山さん。そう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 。杉山芸能人のゴシップのやつとか好きなんですよ。階段じゃないけど。ナックルズ、ナックルズね。あ、そうだ、都市伝説とか。そうそうそう。ああいうの好きなんですよ。読んでたでしょ。だああいうの好きなんですよ、階段話。かもしれないですね。いいじゃないですか、声がいいから。あ、階段師的な。だから、坪倉さん役者で、うん。で、声もいいし。で、階段師。うん、矢田部さんも。俺は。いや、役者としても、だって、素晴らしいですもんね。ああ、そうだ、そうだ。原さんでもドラマとか見てるから。あ、そうか。見てくれてるんだ。ドラマ好きだもんね。結構見てくれてるんだよね。何でも見てるよね。すごいよね。必ず言いますもん、見ましたって言ってね。矢田部が好きなんでしょ、だから。が好きな感じ。嬉しいや。出てましたよね、この間もね。なんだっけ、日曜劇場も出てましたね。そう、あの、この素晴らしき世界。
っていうドラマに出させてもらってたんですよ。あ、この素晴らしき世界っていうのは、うん、二人一役でね、そうですね、うん、やったやつですね。女優さんのね、替え玉をね、はいはい、やれるやつ。はいはい。そうそうそう、あれにも、ああ、そうだ、そう、準レギュラーみたいな方って、ね、出させていただいて、美容師さんみたいな役で、ね、美容師さん。なんかやってたね、リードさん。そうそうそう。そう、結構だから、役者としてはもう、いや、でも全然食えてるレベルじゃないですよ、役者で。ああ、そうですか。役者で。はい、もう、坪倉さんのが全然もう。やっぱちょっと坪倉さんの役者の仕事が多い。いや、もう圧倒的に多いですね。違うんですよ。バラエティの仕事がないんですよ。まあ、単純に言うとね。で、空いてるから入れてもらえるんですよ。ああ、そう。ドラマとか、スケジュールがあるから。そっか。まあ、やっぱレッドシアターとかね、うん、ああいう時から、うん、その後はどんな感じだったんですか、レッドシアターバー出て。で、まだその後、ね、うん、もちろん、そのナイツとかと一緒に営業とかも行って、週末だいたい営業行ったりとかして、で、ちょこちょこロケ番組とかに呼ばれて、うん、3人でロケ行ったりとか、あったんですけど、うんうん、徐々に「ヒルナンデス」も、うん、最初始まって1年で 3人1年始まって3人最初3人で初めは3人だったんですよ。もともと3人でレギュラーヒルナンデスで杉山が、うん、2歩前に出過ぎっていう、うん、卒業を勧告されて、うん、で矢田部が2歩出なすぎって言って。で、坪倉が共同いい立ち位置だったから、そこに合わせりゃよかったのね。そうだけどやっぱ、意気込んじゃうから、2歩出ちゃったんですね。2歩出るやつと2歩出ないやつがいたんで。中間俺だったんですよ。それが面白いんだからね、そういうバランスでやってたんだけど、やっぱあっち側は真ん中の立ち位置でずっといてほしかったんじゃないですか。お昼のね、番組ですから。なるほど。はい。一人でなんか、三色ショッピングみたいなやつ。あ、なんか、ロケ、佐藤かよちゃんとかと、疑似ファミリーみたいな家族みたいので、いろんな家族が行けるスポットを行ったりとか、僕がやってました。ずっと。6年ぐらいやらせてもらって。そっからだんだん一人の仕事とかが増えてきて、見てる側も、あれ一人なのかみたいな。で、ドラマとかも出るようになって、なんか結構そのドラマの方でオファー来たりになって、だんだん三人の仕事が徐々に減ってって、会う機会もちょっと減ってってっていう。で、それで、まあ、パチンコ。そうですね。パチンコに三昧明けくれて、はい、なって、なって、うん、それでまあまあ、うん、まああんまり言いたくはないですけど、言いたくはない、あんまり言いたくないんだって言わなくてもいいんじゃない？うん、いや、バイトどこでしてるんですか？中目黒でバイト。言って言っちゃうんかい。言ってあげて、花君言ってあげて、矢田部のお店。え、あの場所、後で多分教えてくれると思うから。そこまでは言えない。そこまでは言えない。言いたくないですよ。だって来ちゃうから。花君言ったら。かわいそうだから。芸人でみんなクラウドファンディングでなんか毎月あげましょうか、お金。かわいそうだから。何かをやるとかじゃなくて。みんなかわいそうだからっていう理由。かわいそうだから、みんなで。一番かわいそうだ。そうか。みじめ。集まったら集まったらね。笑ってるよ。だってね、楽しい時ないですか、矢田部さん。もう。楽しい。やってる時は楽しいとか。あんまね、年を取るたびにね、そういうのが減ってきましたね。単純にもう酒飲んでる時が。多分杉山化してんじゃないですか、もう。もう杉山と一緒です。もともと好きだから。うん。でも楽しいことがあんまないって言ってた。うん。そういや、最近。最近。うん。やっぱお金ないじゃないですか。はい。だから、楽しいことを作ると、お金って絶対、聞いてくるんですよ。ある程度ね。ああ。これ言ってた。これ、こいつに杉山に語ったんですけど。これ聞いて、俺すごいな悲しくなって、要は趣味とか、楽しいこととか、やりたいこととかあるけど、お金がかかるから、お金が今ないから、楽しいことができないんだなって、ちっちゃい子で俺に言ってきたの。楽しい。すっごい悲しい気持ちになって。小学生と同じ。そう。悲しい。ゲームやりたいけど、ゲームやらない。買うと、ほら、お金かかるから、ゲームできない。もう分かりきってることですよ、それは。それを信じる俺に言ってきたから、すごい寂しい気持ちになったから、なんてこれ。だからなんかそう、お金を増やす方法ってあるじゃないですか。まあそうですね。株、ギャンブル、うん、そういうのにバーンって増やすみたいな。今ね、株めちゃくちゃ勉強してます。ちょうど。もう、やってる、株やってる。株やってる。やっててなんか俺に、こういうのでこうなるから杉もやった方がいいよみたいな、教えてくれるのよ。だけど俺はまあよくわかんないから、まあまあ矢田部は今株やってんだと思って。なかなか儲けるのは難しいって言いますよね。二人は幼馴染なの？杉山と矢田部ですか？あのね、まあまあ、
幼な中学校からの同級生です。地元はだから一緒です、ほとんど。じゃこの二人はずっともう昔から二人で。そうですね。もともとだからコンビだったから。うん。はい。我が家になる前はね。はい。で、坪倉さんが入ってきて。後から入ってきて、我が家にちょっと変わって。はい。オラキオと解散して。そうそうそう。弾丸。弾丸ジャッキーの祭り。弾丸バッキーを。よく知ってますでしょ。弾丸バッキー。よく覚えてる。全部知ってるんだから、浜田さん。そうなんだよ。何でも知ってる。何でも知ってる。本当に何でも知ってる。悔しい。して。それで3人になって、じゃあ、もうザ・セカンドとか、ネタ番組とか、そういうのもまた行きたいと。そうですね、前回、この間のやつは、1回目のやつは、出場させていただいたんですけど、1回戦で落ちまして、トーナメントだから、あ、そうかそうか。戦うからでしょ。じゃあ、予選、予選、予選です。うん。まあ知ってたでしょ、今。いや、それはちょっとあんまりわかんない。いや、今、そこまでの予選で落ちちゃったの。今のは、今のは分かってなかったパターンだと思う。1回戦、本当の1回戦、予選で落ちて、全然。で、その時に結構、ま、何回も、ま、久しぶりに結構漫才を練習したんですけど、あんまりしっくり来なくて、3人の中での結論が、俺たち漫才下手なんじゃないかなっていうふうになって、よくやってた、言わせねえようなやつは漫才って言っても漫才じゃないじゃないですか。順番に来て、なんかセリフ言うか、なんか話しながら掛け合いで備えてたみたいに、やるのが、三人でなかなか結構難しくなってきて。そう、やってこなかったっていうのもあるし、そういうパターン、形を。なるほど。うん。そう。だから、ちょっとセカンドに関して、漫才に関して、ちょっと今臆病になってるところがあって。次出るかどうかっていうのはまだちょっとわかんない。ほぼ出ないでしょうと。ああ、そうです。新たななんかね、くるくる回るような形ができれば、いいんでしょうけど。お前待ってるだけだからいいよ、それは。どうしたの？ちょっと冷たいでしょ？傷ついた。お前待ってるだけだからいい。待ってるだけで来ると思うな、ネタなんて、お前。ただ、お前は考えんの。ただまあ、待ちますけど。ネタをね。うん。待ちはしないけど。超新塾みんな増やすっていう方法。それはでも、え？それいい？いいと思いますよ。いいか。我が家を増やすのはいい。いい、全然いいですよ。今、超新塾見習う人も。そうです。なかなかね、言いづらいところもありますけど。このタイミングでね。いざなったでしょ、花輪さん。やかてがそれをイエスって言っちゃうから。同じ事務所だし、なかなか意見できないと、この花輪さん、いざなってくるから。うん。やかて気をつけないと。増やそうと思ったんですか、我が家。ほら。坪倉が、しょっちゅう舞台とかで、長期間スケジュール持ってかれるんですよ。だから、そういう時に、助っ人がいてくれたら、助かるんですよ。なるほど。ああ、そういう意味で。だからもう、ニュースペーパーみたいな感じで、AKB みたいな感じにして、我が家が10人ぐらいにして、今日空いてる人で我が家に。そうそうそう。3人組になる。そうそう。とにかく3人で。常に3人。そう、メインはこの3人で、誰かいないときは1人助っ人さんってもらって、そうそう。坪倉さんの代わりっています？誰？だからちょっとやっぱ男前がやっぱいいと思うんですね、バランス的には。誰だろうなぁ。超新塾の。超新塾やめろよ。もうやめなくていい。別にやめなくてもいいよ。合体したらいいじゃん、もう。超新塾。やだっていうのも失礼だけど。やめなくてもいいよ。イーグルさん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 。ツッコミだから。いや、あの人は本来ボケだから。さあ、今日ゲストに我が家の3人をお呼びしております。はい。メールが結構メール読んでます。ありがとうございます。イエローちゃん、イエローちゃん、AKA、アスミンさん。今週公開、飛んで埼玉、琵琶湖より愛を込めてに、矢田部さんと杉山さんが、路線族として出演されます。電車にまつわるエピソードなどがあれば教えてほしいです。そっちですか？映画の方じゃなくて、映画の方にしましょう、映画の方。まあまあ、二人で出たんですね。二人で出ました。飛んで埼玉。はい。なるほど。二人とも埼玉出身。そうです、そうです。ああ、そっか、そうなんですよ。それで呼んでいただいて。はい。路線族ね。だから、花君のお兄ちゃんも一緒ですよ。あ、そうですよね。路線族。一緒に出てますよ。あ、出てるんだ。花輪さんも。歌だけじゃなくて。あ、出てる、出てる。路線族として。出てる。路線族って何ですか？だから、それ、まあまあ、ほら。まあ、簡単に言うと、まあまあ、ほら、いろんな電車が走ってるじゃない、埼玉も。東京に行くとか。そういうの、なんか代表の人たちみたいな。あ、その路線の。うん。代表。チームみたいな。各々の代表で、何々線代表みたいな感じで何人もいるっていう。すごいじゃないですか。そうです。デビさんとか。で、それぞれ背負ってる路線があるってことですか？そうです、そうです。僕が西武池袋線だよね。言っても大丈夫なの、それは。
それ大丈夫だ。多分公表されてるんで。公開してたの。うん。杉山さん。西武新宿。だからなぜか西武新宿線なんですけど。うん、池袋と、あ、そっか。埼玉。うん、と、あの、埼京線も出てくるんですけど、うん、どちらかって言ったら僕ら埼京線族なんですよ。リアルに言うと。まあ、高崎線とかね、あと。ああ。JR バッツリで言ったら。地元で言ったら。うん、ああ。だからちょっとね、西武関係がね、難しい。わかんないですよね。埼玉の路線って、縦にこう、うん、走ってるから、バラバラくっつかないんですよ、横に。だから、うん、説明しづらいな、これ。冷たっ。ジェイジェイ。愛がないんだよ、お前。役作りでこだわった点とかあります？ね。厳しい。これは厳しいね。厳しいだよ、これは。あの、僕ら言うても女役だから。役者の顔になってる。違う違う、お前さ、うん、役いただいておいて、お前が女役って決めんなよ。おかっこいい。な、大事な役をいただいて、な、あっちが、ね、使ってる側が、使ってくれる側が、超役だって言うんだったらわかるよ。うん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 、ありがとうございますと何が跳躍だよ、お前。もちろんありがとうございますだよ。どんな気持ちで路線族やってたんだって話。何目線って言うんだよ。私は仕事がありませんで。仕事がありませんで。うまいうまい。矢竹さんね。私は仕事がありませんで。悔しいだろ、悔しいだろ、くそ。悔しいさ。悔しいですね。惨めだな、ありませんですね。跳躍って言うなよって言われた時の二人も本当、グーの根もちゃう。まさにその通り。何にも言えないって顔してペンディングトレインで松雪泰子さんの、あ、ちょっとしか出てませんちょっとしか出てないって言って、ちょい役って言ってない。ちょっとしか出てないって言って。ちょっと言っちゃダメだ。わかりました。ゆうちゃんさんです。インスタで、矢田部さんのアカウントを検索すると、鍵がかけられていて見れません。なぜ非公開なのでしょうか。何かあったんですか。矢田部なんで鍵かけて。鍵かけられて。何かかってる。ほぼ見ないのにさ。インスタで。無修正のやつとかあげてもういよいよ。見せないように。楽しみがないから。そんなことしねえよ。そんなことしねえよ。どういうことですか？鍵があるんだよ、ね、俺ね、疎くてこういうの。うん、よくわかってない。よくわかってないですよ。フォロワーめっちゃ少ないんですよ。疎くてじゃなくて、うん、そういうのやんなきゃダメだから。SNS とかね。確かに。非公開ですって。矢部さん、なんで非公開にしてんの？非公開になってます。公開しよう、今じゃあ。なった上で800人しかフォロワーいない人だっているんだから。そうそうそう。そう。公開してるのにね。全部公開してますけど、僕。杉山さんは公開してて、公開してて初めての多分ね、俺も遅かったから、うん、でももう1年以上経ってるでしょ。1年ぐらい経ってるんですけど、でもラーメンの動画しか、あの写真しか上げてないんで、僕は、うん、でもちょっとやっぱりちょっと少ない、まあシンプルに人気がないんでしょうね。いやそれは、ね、人気はあるよ。人気ねえよ。人気しかあったらもっと増えるだろ、お前。人気あったらもっと増えるだろ。あ、今、矢田さんが鍵を外す。鍵を外す。生放送中で鍵とか外すもんな。ぜひ皆さん、渡された鍵が。あ、じゃあ、わかるんですか、鍵。ことは。渡辺さん。後でいいよ。大事な、大事な時間を。そうだよ。時間ないんだ。生放送で。渡された鍵を今。お届けしてんだから。鍵を外したいんだよな。今じゃなくていいよ。今外したってすぐ方が増えねえんだから。まあ、その方は多分今ね、メールくれた方は、入ってくれると思うけど。通信料とかもあるからお金かかっちゃうから。じゃあ、やめろ。お金ありません。お金ありませんが、みじめだって。通信料とか、通信料とかあるから、何もできないじゃん、じゃあ。携帯も触れないし。制限かかってる。テレビも見れないし。お金かかるから。何もできない。水も飲めないよ。親に水道料金もかかるから。さあ、じゃあ、コーナー参りましょうか。今日のスポットナイツ。はい。こちらゲストの方が、ナイツに言いたいこと、聞きたいこと、気になる話を伺っております。今何が気になるでしょうか。あの、先ほどもちょっと出たんですけども、よく営業で一緒になってたじゃないですか。その早坂営業、このラジオの番組でも結構。我が家そっち一緒でした。3年ぐらい呼ばれてないんですけど。いやー、ちょっとこれは。なんか聞いてますか？リアルな。聞かないよ、なんか、聞かないんだったら聞いといてもらえません？やっぱりこう、ちょっと、もうちょっと安くて、呼べる若手の方を優先にしてるんですか？ああ、なるほど。結構、ギャラが。グリーン車だったりもしたし。まあまあ、そうですね。ランク下げれなくなっちゃってるのある。大丈夫です。普通席でいいんで。あ、もう普通席で。はい、大丈夫です。それだけ伝えてるから、普通席でいいですって。坪倉さんだけグリーン車。まあいい。坪倉だけグリーン車でもいいから、それでもいいです。そしたらなんか変な感じになるから。俺も変な感じになっちゃう。坪倉だけグリーン車だみんな気使うわ、後輩たち。変な感じになるから。空港とかマジで気使うって。うん。
そうなったらね。駅とかで気使うわ。いや、後輩たちは、だってもう仲いい人だっていっぱいいたでしょ、ナベプロ。ナベプロ、まあ4000とか花子とかと入れ替えぐらいかな、4000とかが出てきて。まあ、そうです、ね。まあ、ロッチは今も行ってますもんね。うん、ロッチナイツさん。まあ、たまにサンドさん行くけど。どっちもたまにですけど。うん、そうですね。そうそうそうね。やっぱ楽しかったっすもんね。楽しかったっすね。その時にね、やっぱ二人で部屋食べた花輪くんが、まあ、ずっと喋ってるから、楽屋でね。なんでその話またすんねん。もう終わっただろ。結構、たまに泊まりとかあって、うん、ね、土屋さんとかと飲んでたりとかしましたけどね。楽しかったですね。じゃあ営業自体はもう今、学園祭とかそういうのもあんまりないんですか？学園祭、今僕、舞台の稽古やってて。それで結構その11月いっぱい取られてたんで、それはやっぱりなかなかスケジュールは入らないでしょうしね。そうなってくるとやっぱ僕らがバーンとスケジュールが取られちゃってて、矢田部と俺はチューブラリー。またその最初の話に2人のネタで営業行くとか、ルーキーズのネタ。ああ、でも元コンビ組んでたわけですから、ルーキーズってコンビ、もともとね、あのこの2人のコンビの時はルーキーズって名前でやってたんですけど、ルーキーズのネタね、なん特に面白いのないんだよな。まあ結構早めにやめね、あのコンビだった時期が23ぐらいまでか、もう25か、25ぐらいまでか、6年ぐらいでショートコントばっかりでさ、漫才とかもやってたよな。でも杉山が怪我して出れなかった時は、うん、坪倉と二人でネタ作って営業行ってたんだよね。レッドカーペットが出始めた時にちょっと、杉山一回肩怪我して。二人のネタもあったんだ、その時。その時に二人のネタを作って、矢田部と二人のネタを。なるほど。杉山がいないっていうのをちょっといじりながらのネタを作ったりもして、キングオブコント出たりしたんで、ね。出たんだよ。キングオブコントって俺見たことないですよね。だからその、いないんで僕。そういうのも本当あるの、それこそ超新塾さん、前とか二人で。ああ、そうね。確かに。やってたから、うん。二人で、なんか完成させちゃって。その時用にね。うん。なるほどね。で、自分たちでもう考えられなくなってるじゃないですか、年取ってくると。確かに。まあ、作家さんとか、そういうなんか若い芸人さんとかにもう作ってもらって、練習するみたいな。一緒にやってね。ああ、なるほどね。それがいいかもね。うん。ブレーンを。ブレーンね。そういないとき、坪倉がその舞台でいないとき用に、二人でどっか呼ばれたときにネタできるように。そうそうそう。ああ、それはでもいいかもね。やろう。うん。やろうじゃない。誰が手伝ってくれんだ。後輩でね。後輩が。あと、鍵を外す。鍵を外すのと、鍵を外すと、あとネタ書いてくれる後輩探す。はい。それぐらいか。あとはもうないですね。もうちょっとありそうな気がするけど。まだね。下げたらありそうだな。まあ、はい、だからちょっと早坂さんに言っといてください。あったら伝言も、はい、あ、そうで、あ、全然グリーンとかじゃなくていいんで。普通の席に本当の話だもんね。ギャラもちょっとね、ちょっと安くしてくれていい。まあまあ全然楽しいんで、安くしてくれっていうだから、ちょっと抜いていいんでって言いましょうか。まあまあ、それは多分早坂さんもあの入れやすいんじゃないですか。入れやすい、ちょっと抜いていいんで。とにかく、やたびは携帯代払えないんですと。それを伝えて、放送聞いてください。それを伝えて、早坂さんにやたびの現状を、楽しいことやりたいけど、お金がなくて何もできないと。TVerでしか情報源がないんです。そうです。でも通信力が張るから危ないと、それも。鍵が外せないっすか。鍵が外せない。拾ったマスクですか、これ。これ拾ったやつ。一応買ったやつだよ。なんで拾ったマスク。買えるなんとかあるよ。マスク1枚買う金ぐらいはあるよ。今の愛ないね。愛ないね。今の愛ない。一番愛ない。最初から愛がない。金攻めはね。金攻めはね、あんま愛がない。金攻めはダメなの。本当にないから。あればいいけど、本当にない人に金攻めはダメ。愛がない。金攻めってなって。初めて聞いた。金攻めって言葉なんすか。お別れのお時間です。お知らせお願いします。はい、舞台が、ただ、さっきの坪倉さんの来週ですね、もう28日から、池袋のですね、東京ブリリア、ジャンヌ・ダルク、清原果耶ちゃん主演で、清原果耶ちゃんの初舞台ということで、もう残念ながらチケットはもう9割近く売れちゃってまして、でもまだ多少は残ってるんで、ぜひ、フランスのお話ですんで、ぜひ、もうあのエキストラ含め、100人ぐらいの。すごい壮大な舞台なんで、すごいね。僕結構アクションとかにも結構挑戦させていただいてるんで、アクションがあるやつなんだ。ぜひ見に来てください。なるほど。
はい、そして僕らは先ほども言っていただきましたけど、うん、11月23日からですね、飛んで埼玉琵琶湖より愛を込めてに矢田部と2人で、うん、はい、出演させていただいておりますので、うん、ぜひ見てください。路線族です。路線族ね。矢田部さん何線でしたっけ。西武池袋線。違います。矢田部さん違います。ああ、またやっちゃった。お金がありません。これで今日一日何も思い浮かびません。矢田部さん、お金がありませんでしょ。今日一日ずっとつまんねえんだろうな。ということで今日のゲスト我が家の3人でした。ありがとうございました。ありがとうございました。